これもそうではありません。相手が強硬姿勢を崩さない場合、相手につけ込まれることになります。また相手が仮に柔軟姿勢に転じたとしても問題がないわけではありません。確かに双方が柔軟な姿勢を取れば速やかに合意に達することはできるでしょう。しかしその合意は賢明な合意かどうか疑わしいと思います。ではどうすればいいか。反対であるように見えます。しかし実際には立場駆け引き型という点では同じです。で、ハーバード流交渉術によれば大事なのは交渉のやり方を変えることであると。つまり立場駆け引き型から原則立脚型に転換することが重要だと、こういうふうに主張するわけです。以下、原則立脚型交渉その4つのポイントをお話していきます。まず第一に、人と問題を切り離せ。これが原則立脚型交渉の第一のポイントになります。人と問題を切り離せ。我々は問題と格闘しているのに、往々にして交渉相手と格闘しているようになりやすい。しかし交渉を成功させるためには両者を切り離さなければいけません。つまり我々が格闘しているのは交渉相手ではなくて問題なのだと、こういうふうに捉える必要がある。これが第一の、人と問題を切り離せということです。例えば脱原発を進める市民団体が政府や電力会社と交渉する際、彼らを往々にして非難しやすい。しかしそういうふうな非難を一旦封印する。そして一緒に原発をめぐる問題を解決していこうではないか、こういうふうに呼びかけるスタンスを取ることが重要になると思います。このように人と問題をまず切り離す。これが第一点目。次に、原則立脚型交渉では立場ではなくて利害に焦点を当てるようにする。このことが重要です。つまり我々は往々にして表面にある立場に目を向けやすい。しかし表面にある立場、その根底にある利害へと目を移せば解決策が見えてくる可能性があります。例えば原発を再稼働させようとする、そういう場合に電力会社はどういうふうな利害関心を抱いているか、このことを考える必要があります。表面的な立場では電力会社は原発を再稼働させたがっている。しかしこういう表面にとどまるわけではなくて、この背後にある根底にある利害を考えてみる必要があります。電力会社の経営陣は何も原子力発電を信奉しているわけではなく、単に経営破綻を懸念しているだけかもしれません。いかなる利害、
あるいは利害軍が原発再稼働という立場をもたらしているのか、相手に内在質考えること、これが重要です。そしてそういうふうな利害を把握できれば、相手も乗り得る別の選択肢が浮上するかもしれません。長く原発問題に取り組んできたジャーナリストの広瀬隆さんは、2012年夏に開催された 7.16 さようなら原発10万人集会で、電力会社の利害に言及しつつ次のように訴えかけました。読み上げてみます。私はどうしたらいいのか考えました。その一つの解決法は、今日のそうそうたる呼びかけ人の皆さんと関西電力の経営者が同じテーブルについて取引をするということです。私たちが求める取引の条件はたった一つ、原発を止めることだけです。向こう側が求めることはたった一つ、経営破綻を避けたいということです。これは取引できるのです。お金の話なのですから。ズバリ言えば電気料金の値上げです。皆さんはそれで怒るかもしれませんが、今このまま運転をしていけばどうなるか、私たちは賭けをしている時ではないのです。今日ここにこれだけの人が集まったということは、私たちが日本最大の経済勢力になったということです。私たちは彼らと条件闘争ができるはずなのです。こういうふうに言っています。つまり電力会社の利害に注目しているわけです。原発の再稼働、こういう立場の背後にある根底にある利害、それは経営破綻を避けたいというふうに捉えているわけです。こういうふうな利害を捉えることができれば、合意に達することが可能かもしれません。まあ、このように立場ではなくて利害に焦点を当てる、これが2つ目のポイントになります。3つ目、複数の選択肢を用意するようにする。まあ、交渉のプロセスでは政府や企業がある政策を示し、市民がそれに反対する、そういう構図になりやすいと思います。しかし何も二者択一にこだわる必要はないわけです。両者の利害を満たす第3、第4の選択肢があるかもしれません。まあ、電力会社と市民団体は原発再稼働に賛成か反対かという二者択一で争っているかもしれません。しかし何も二者択一で捉える必要はありません。例えば古い原発を再稼働しない、その代わりにより新しい原発を再稼働する、こういう選択肢も、まあ、ないわけではありません。またすでに見たように再稼働は認めない、しかし値上げには応じる、こういうふうな選択肢もあると思います。こういうふうに複数の選択肢を用意する、そうすれば両者の利害を満たす第3、第4の選択肢が見つかる可能性があります。まあ、複数の選択肢を用意すること、これが3つ目のポイントになります。最後、4つ目のポイント。客観的基準、ないし客観的手続きに訴えかけることです。まあ、以上に述べた3つの原則を守ったとしても、合意に至るとは限りません。この際には、客観的な基準や
客観的手続きに訴えることができます。まあ、例えば原発の再稼働をめぐって対立している場合、電力の供給量と電力の需要量、このデータを用い本当に再稼働が必要かどうか、これを議論することができると思います。また値上げが